日清本麺の味噌味。冷凍食品のラーメンとして結構好印象。冷凍食品のラーメン。マイバスケットで税別298円。和音でポイント還元していたので割とお得。冷凍食品のラーメン前回。本麺醤油買った時は間違ってクレジット決済あったから恩恵なかった。 冷凍食品のラーメンワオンのポイント還元率マジ低い。食べた感想。袋に入っているのは濃いめの赤みがかった味噌スープ。油も結構ある。熱湯 250ml で溶かすと、それなりに濃いめの味噌ラーメンのスープが出来上がる。スープの味として油もしっかり効いている。 日清本麺の濃厚味噌の味噌味はチルドや即席麺よりもかなり濃いめの味噌スープ具は青ネギがビルメ麺は3個と2豚冷凍の具材は麺はまともですけどネギ類は毎回しょぼくなるのがネックではあるな太めな麺はほぐれにくかったことが残念点質感は 電子レンジ調理だとよく仕上がったやはり湯煎では無理なんだろうなこの商品具は少なめだったのでゆでもやし追加もやし鮮度が古いの使うと苦みが終盤きつい豚バラの煮豚チャーシューか味玉ネギなどを追加しても良いかもしれない醤油よりもスープは濃いめなので飽きない点は濃厚味噌の方が優秀 気になる栄養価のタンパク質 18.4g は結構効率良い炭水化物 60.0g は麺類にしては低め。